12種類の化学観測装置を搭載し、地球の上層大気や地球近傍の宇宙空間の観測を行った。スプートニク3号は全長3.57メートルの円錐で、質量は 1327kg だった。12種類の観測機器を搭載し、上層大気の気圧と蘇生、地球付近の宇宙空間での荷電粒子の分布。 宇宙船に含まれる光子、重粒子、地球の磁場と、電場、流星物質など、様々な観測を行えた。スプートニク3号の設計作業は1956年7月から開始され、当初は世界初の人工衛星として打ち上げられる予定だった。しかし、衛星の開発が難航し、 その一方で打ち上げロケットが先に完成したため、簡素な設計の衛星が急遽製造され、先にスプートニク1号として打ち上げられることになった。スプートニク3号の打ち上げは、1号の打ち上げから7ヶ月後の1958年5月15日に行われた。バイコヌール宇宙基地から発射された、スプートニクロケットは衛星を、近地点2 1 7トル。 エンチテン 1864km の楕円軌道に投入することに成功した。しかし、衛星のテープレコーダーが故障したために観測に大きな制約が生じ、期待されたほどの成果は得られなかった。運用終了後もしばらく地球周回軌道に止まっていたが、地球の上層大気の抵抗により軌道高度を下げ、1960年4月6日に、 大気圏に突入した。ウィキメディアコモンズには、スプートニク3号に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。